パパラパパパラパパパラパパパパパパパラパパパラパパパラパパ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 パ今日は、自治会の活動について、ご紹介したいと思います。自治会で、何をやっているかなかなかわからないと思いますので、概略をですね、お伝えしまして自治会活動を、理解していただければと思います。まず自治会はですね、区と、密接な、まあ、関係がございまして区から、事業、提案、まあ、受けましてまあそういったガイドラインに従いながらですね、まあ各自治会ごとにその事業を行っているといったようなものになっています。こちらに出ている写真の方はですね、まあ自治会のしおりという形で、まあ自治会のまあ概略を示しているような資料になりますね。はい。それでは自治会の実際の活動内容についてちょっとご紹介をしたいと思います。全部で、10個ぐらいありまして、まず1から5番ですね。1番、防犯防災交通安全運動ということで、まず防犯は、歳末の、夜警活動を行っています、はい、それから防災は、防災訓練の実施を行っています、はい、それから交通安全運動ということで、こちらは警察官と協力しながらですね交通安全運動、各交差点で旗振りをしながら、まあ、交通安全に寄与しているような事業ですね。次に、環境美化リサイクル活動、環境美化ということで、南宿会館の横に花壇を作りまして、春と秋ですね花の方を植えてですね、まあ、綺麗な花壇を作っています。それと資源回収、こちらは段ボールですとか新聞紙の回収を行っています。日付は毎週月曜日の朝ですね、皆さんの家を回りまして資源回収を行っています。それから3番目が、子育て支援青少年健全育成事業ということで、学校行事での参加ですとか、あとは町会独自で行事も行っております。例えば幼児を対象にした3月の会というようなイベントの実施ですとかバーベキュー大会ですとかもろもろいろんな行事を行っております。4番目地域祭り親睦会等の行事開催ということで、これは七社神社の例大祭開催したりとかですね夏祭りを開催したりというような事業になってます。次が町会自治会内の、地域情報交換ということで、各種、情報の掲示、回覧板等を行って、自治会内で情報の交換を行っています。回覧にですねいろんな情報があります。イベントの開催情報ですとか、いろんな情報ありますのでぜひ回覧板見ていただいてですね、そこで必要な情報は吸収していただければと思いますので、回覧板ぜひ見ていただければと思います。はい、じゃあそれでは次にですね、こんなこともやってますということで、6番目、防犯灯の維持管理ということで、防犯灯の、電気代の支払いですとか、電球の交換を行っております。はい。ですから、区から、電球がついてるんじゃなくてですね、自治会で管理してる防犯灯がありまして、防犯灯というのは街灯のことですね、街灯がありまして、そちらの維持管理も町会で行っています。それと、防災時に備えて非常用物資の備蓄ということで、こちらも北区から配布されます、防災用の非常用の物資ですね、食べ物ですとか、そういった水ですとか、そういったようなものを備蓄しております。それから毎月の防犯パトロールということで、毎月定例会が終わった後ですね見回りパトロールを会員の方で役員の方で行ってます。それから9番目、ゴミ集積場の管理ということで、
主には資源ごみですね、そちらの、カゴを出したりとかっていうのは、各ごみの場所で割り振られた方が、そういったようなものを管理しております。それからラスト10番目、チラシ、ポスターの配布や、掲示板ということで、5番目にも重なってくるところではあるんですが、毎月ですね、まあ、毎月というかもっとですね、北区からいろいろな配布物が送られてきます。例えば、北区ニュースですとか、あとは各コンサート、イベント関係のチラシですとか、そうですね、まあ、イベントのチラシが多いですね。まあ、そういったようなものが、まあ、配布してきますので、そちらの回覧で流すとか、掲示板に貼るとかっていうような、事業も行っております。まあ、今ご紹介した他にもですね、その時々、いろいろな、事業が出てきます。例えばですね、防犯カメラを、追加で設置するための競技ですとか、こういったものも、自治会の役員の方で、やってるというようなものになります。まあ、全体的にですね、見て説明していきましたが、一番はですね、各、町会の方々が、まあ、安心安全に暮らせる町、それを、まあ、作るために、町会として、まあ、活動を行っているというようなものです。まあ、ぜひ、町会の活動にご理解いただくのと、まあ、ご参加していただきたいなと。まあ、各イベントには参加していただいて、またお手伝いしていただけるところはお手伝いしていただければと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。それでは、今日はこれで失礼いたします。